分が時間。ごめん、先に帰るね。お疲れ様。が、頑張っちゃうんだから。もう、頭きた。よーし、次はこっちの番。みんな、すっごく元気だね。私も、負けてられないな。どんどん行っちゃおう。ひなみざわの部活って、楽しいね。やり直しができるなら、私だって。はあ、そりゃあ、バッサリと。アイスはやっぱり、チョコミント。本を読んでいると、心が落ち着くよね。思いっきり行くよ。どう、降参するなら今のうちだよ。調子に乗って、閉じちゃった。はあ、髪が乱れちゃう。まだまだ、平気平気。さすがにこれ以上は厳しいかな。ごめんね、面倒かけちゃって。こんにちは。最近、憧れの都会暮らしを始めました。最近、英語の勉強のつもりで、外国の本を読むようになったんだよ。その中でもお気に入りは、やっぱり、イギリスの昔話かな。都会の学校だと、勉強する範囲が多いし、授業が進むのも早いから、結構大変なんだ。私も、塾に行った方がいいのかな。勉強は、嫌いじゃないよ。ただ、自分なりに、ちゃんと納得してからじゃないと、先に進めないから。どうしても、みんなよりも時間がかかっちゃうんだ。自分では、良くなったって実感はないんだけどな。見えない成長より、自信につながる強い心が欲しいよ。えへへ、頑張りまーす。わあ、びっくりした。ごめんね、心の準備ができてなくて。あ、これ、受け取ってください。もう少しで私、大人扱いされる年齢になるんだね。嬉しさと不安が半々で、ちょっとだけ複雑だよ。帰りが遅いと怒られるから、近場だと嬉しいな。